なんか最近帰るの早くね、コウ君よ。そうですか？だってもう3時半ですよ。おいおい、夜はこれからだっつの。さすがにこれからではないでしょう。用が済んだらすぐ帰る。体だけの関係ってわけね。それどっちかっていうとナズナちゃんの方じゃない？いいのよ、私気にしないから。そういうのほんと好きだな、あんた。別の女のとこに行くんでしょ、私知ってるから。そういうのじゃ。え、マジ？いや、違います違います、本当にそういうのじゃないです、本当に。本当に。じゃあまた明日、バイバイ、ナズナちゃん。アキラ、よ、走ってきたの？いや、まあ。ナズナちゃんと遊んだ後、こうして登校前のアキラと会うことが習慣となっていた。かといってあまり話するわけじゃないんだよな。時々何でもない世間話のようなものをする程度だ。というか、昔はもっとよく喋る元気なやつじゃなかったっけ。なんかこんな雰囲気じゃなかったよな。何？あ、いや、俺といて楽しいのかなって。ヤモリは楽しくない？楽しくないとかじゃないけど。ならいいよ、私は結構楽しいよ。はて、違うのならそれでいいのだけど、これはあれかい？こいつ俺のことを好きなのかい？だとしたら、なるほどね。え、何？誰？こそこそ何やってんのかと思ったら、怒ってる、怒ってんのか。やばいやばい、どうしよう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 って。なに、こんなとこでちちくりやってんだ、この子の。やるな、おい。ちちくり、なにそれ。そらうめえ、若い男女がこんな時間にすることっつったらちちくるくらいだろ。ちちくる、ちちくるって何？え、ヤモリの知り合い？まあ、ああ、大丈夫大丈夫、こいつとは体だけの関係だから安心してよ、お嬢ちゃん。変な言い方するな。ヤモリ、学校来ないのは別にいいけど、あんまり悪い遊びしちゃダメだよ。いや、違うんだよ。だってよ、コウ君。ナズナちゃんは黙っててくださいよ。コウ君、ナズナちゃん、そういう関係なんだ。え、どこに納得してんの？だから体だけだって。うるさいな。好きなんでしょ、その人が。よかったね。好きとか言うなよ、恥ずかしい。照れてる。わあ、もうやめろやめろ、そんな学生特有のなんでもラブにくっつける考え方。え、なんで顔赤いんですか？うるせえな、だってのガキ。ったく、しょうがねえな。コウ君、ちょっと立て。はあ。見せてやるよ、目そらすなよ。ちょマジで。え、何それ、首、血を